どうもしげしげです。本日も無課金サバカしげパズやっていきましょうということで、本日はちょっとパズドラに革命が起きているので紹介していきたいと思います。何が起きているかというと、まずこのモンハンコラボ能力調整入りました。リノバルド、山つかみ、ゴアマガラ、ムフェトジーバ、ミラボレアス、それぞれね、覚醒だったりスキルだったりに変更はないんですけど、ステータスに注目してください。ディノバルドでいくと、攻撃力、5000以上上がってますね。5300ぐらいちょい上がってるのかな。はい、まあ、正確には分かんないですけども、とにかくステータスがもともと半端なかったんですけど、さらに半端ないことになったと。で、一番下ですね、ミラボレアス、なんと攻撃力1万超えだったのが14350になりました。あ、これだったら暗算できるぞ。4100伸びましたね。はい、これによって、まあ、後ろにね1500倍ブレスとか5000倍ブレスとかアシストしてあげると、まあとんでもない火力のブレスが打てるようになったわけですよ。砲台最強みたいな感じでね今言われておりますけども、このアカウントたまたまミラボレアス1体持っておりましたので、あ、厳密に言うと2体いるんですけど、1体本体でね、作っておりましたので、本日ブレスをぶっ放していきたいと思います。で、まあ、それ以外にも情報修正というかの発表がありまして、こちらですね、覚醒スキルの攻撃力アップ倍率が調整されますと。はい、無効貫通、もともとね、正方形組んだ時 2.5 倍だったのが 3.5 倍になりました。で、各種キラー、もともと3倍だったのが5倍になりましたということで、またさらにこれによって火力がね、というかもうなんだろうね、インフレが進むと言ったら聞こえは悪いですけど、はい、まあとんでもないキャラクターがどんどん生まれていくのかなという環境になっております。まあでも結構普通のパーティーにおいては攻略パーでキラーを意識してっていうのは、まあできたらしますけど、そんなにっていうところがあって、基本的にだからその周回とかランダンとかにおいて1コンボでここぶち抜けるよねっていう状況が結構発生していくので、よりキラー持ちとか、まあ無効貫もそうですけども、そういったね火力覚醒持ってるキャラクターの需要というか、なんつうの、必須度というかが上がっていくんじゃないかなという感じです。そしてこちらが、このアカウントにおいて今一番火力の高いブレスかな。はい、ミラボレアス武器にこれがなんだっけ、ブラキディオスね。はい、ブラキディオス武器、これがこのアカウントが出せる最大のブレス火力かな。ミラボレアスという砲台、攻撃強化を乗っけた上で29423に、敵全体に1500倍の光属性攻撃が入るといったものになっております。で、フレンドさんで今回設定したんですけども、一番これが理想かなっていうのがあって、ミラボレアスに、アシスト、これがラージャン武器ですね、5000倍ブレス。ただまあこれ単体ですね、サイクロプスとかだと全体になるのかな。そう、ただ29223の、5000倍のダメージを叩き出すことができると。いや本当に1億超えてくるからね。でも昔のパズドラで言ったらさ、あ、すいません、あのパズドラ老害入るんですけど、昔のパズドラで言ったら1億を1ポチで出せるなんて、そんなことあるわけないと思ってたんですけどね。まあ今に始まった話じゃないか。で、まあ今回はあの天元ポチポチしようと思って、適当にフランキーに街道武器、これでも全然強いんだけどね、街道武器が敵全体に500倍のブレスだから、はい、これを2体用意して、まあ、スキブとかね、ブレスの分で搭載しつつ、ハンコックにもカイドウを持たせてスキブを持っているとやっていきましょう。いや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 、だからあのね、引いちゃおうかって思ってるんだよね、モンハンガチャ。ラージャン武器がやっぱ欲しいですわ。サイクロプスが手に入んなかったのもあって、ブレス、高倍率ブレス、ただな単体なんだよなとか考えると、まあブラキディオスでもそんなに困らないかなって思ったり、いやでも1500倍と5000倍ってかなり違うよなとか。はい、すいません、話がそれました。ブレス打っていきましょう。これがまずブラキディオス武器のミラボレアス発射。4403万とかだったかな、すみません、あの桁間違えてた。いや4億は出ないから4000だよね。うん、出ました。はい、フランキーのカイドウ、これでもまあ弱点刺さって600万とかでしょ、全然
全然スーパーですよ。で、ハンコックのカイドウが300万ぐらいね。で最後、あ、ちょ待って、これあのさ、え、単体じゃん。あ、間違ったわ。まあいいや、真ん中チェックしてブレス打ちます。果たしていくつ出るのか。弱点つくからねこれ。はい、2億9000万ぐらいか。約3億ですね。はい、ということで積みました。倒せるかな。まあいいや、それはどうでもいいわ。はい、ということで、まあ、今日能力調整とか入ったやつなんで、まだね見てない方がいたら、まあ、これによってね、そのミラボー本体狙うとか、まあ、交換するとかを決める方もいるんじゃないかなと思うので、はい、参考になれば幸いです。そんな感じで本日は以上です。さよなら。しげしげチャンネル。